本酒さとしです。場所は中京区の二条城の近くにあります、北側に行くと池通りがあって、その先に二条城ですね。玄関はいつも、おかみが生けてくれる花があります。今は伊藤菊、ワレモコウ、シンピジウム、ハランなどですね。南は、突き当たりが三条通りです。逆アジサイですね。と大文字の残り火です。医療従事者様へのサル寿司無償提供を継続してます。入ってみます。まずアルコール消毒ですね。空気清浄施工済みです。カウンター7席、反対側がテーブル、4名掛けテーブルが1つあります。オールドノリタケの電ガサです。店内たくさん成果があります。テーブルはコスモスです。こちらは唐町さんの唐紙です。400年の歴史がある唯一の唐紙屋さんで作ってもらいました。夏と秋をイメージしたものになります。こちら萩、うさぎ、月ですね。日本料理と日本酒さとし、右から読むようになってます。カウンターに座るとこんな感じです。カウンターは一枚板です。こちらパーテーションです。
アクリル板ではなく18世紀のヴィクトリア朝時代のイギリスのステンドグラスです。こちらはホトトギスです。これは藤ですね。花が咲いた後の種になります。調理場の柱に貼ってある煎茶蓋は宮川町の芸妓さん、ちかはるさんです。オープンキッチンですので目の前のまな板でお作りを引いたり浜の骨切りをしたり、また後ろの焼き台で炭焼きをしているところを見ることができます。